フランソワ・リュードは、フランスの彫刻家である。新古典派から、ロマン主義に移る時代を代表する、彫刻家の一人である。外宣門で作業するリュード・ジョセフのエル・シルベストル、フランソワ・リュード・トレイバレント・シュール・エル、アーク・デ・トリオンフ、コレクション・パルティ・クーレル・ディジョンの家冶屋の息子に生まれた。ディジョンの国立高等美術学校で画家のフランソワ、ドボージュに学び、 ディジョンの美術館の学芸員で画家のルイ・フレミエの支援を受けた。フレミエは熱心なボナバルティストで、後にリュードはフレミエの娘と結婚することになる。1809年にパリに出て、パリ国立高等美術学校に入学し、彫刻家のピエール・カルテリエのスタジオで学んだ。1812年に若手芸術家に留学奨学金の与えられるローマ賞を受賞したが、 ナポレオンの政権末期の時期には、在ローマ・フランスアカデミーは、財政難になっていて、この受賞から得られるものはなかった。1815年に、ナポレオン・ボナパルトが失脚し、復興生が始まった後、リュードは、ルイ・フレミエと、そのの家族と共に、ブルッセルに亡命した。ブルッセルに亡命した、芸術家には、ナポレオンの首席画家を務めていた、ジャック・ルイ・ダビッドがいる。 ブルッセルで1921年にソフィー・フレミエと結婚した。ベルギーの建築家、バンデル・ストラテンの下で宮廷などの装飾を制作した。1827年にパリに帰国し、サンジェルベ・サンプロテ教会の聖母像や、現在ルーブル美術館にあるメルクリウスの像を制作した。1833年に、 エトワール外戦門の義勇兵の出発のレリーフを制作したことにより、レジオンドヌール勲章を受訓した。その後も政府などの注文を受けて多くの作品を制作した。弟子には妻のいとこのエマニュエル・フレミエや、シャルル・オーギストル・ブール、ジャンバティスト・カルポーラがいる。ありがとうございます。